はい、船橋くんチャンネルです。ちょっとね、面白いものを、ガレージミラルダに来たら発見したんで、それをね、ちょっと皆さんに紹介していこうと思います。多分、結構ドリフト長くやってる人でも、このやり方、やってる人あんまいないんじゃないかなと思うんで、期待してください。紹介します。さあ、そしてね、紹介するマシンがこちらの車です。で、今日ね、何をね、紹介したいかというと、オイルクーラーなんですよ。で、オイルクーラーも普通のオイルクーラーだったら紹介しないんですけど、これちょっと見てもらいたいんですね。コア自体はなんだこれ、多分 EVL がエボルブかな、HPI の多分、オイルクーラーコアだと思うんですけど、問題はねそれではなくて、どういう、なんでしょうね、システムでオイルを回してるかっていう話なんですよ。でちょっとねこれ下覗いていくと、オイルパン見てください。こんな風にね2本、フィッティングが刺さってて、で、その上のここかな、ここのところに何がついてんだろうな。簡単に言うと電動になってるんですよ。で私の説明だとあれなんで、ちょっと高島さんにもちょっと解説してもらおうと思います。いやすいません仕事中全然隠れてません。なんか聞いたら、電動のオイルクーラー、そう、オイルポンプ使って回してる。普通のオイルクーラーはほら、オイルポンプでね、全部循環してる、はい、回路 の, あの、ね、中にオイルクーラーが入ってるんだけど、はいはいはい、これ全く 別回路で。それって俺全然よくわかんないんですけど、普通のオイルクーラーは、まあ、そうやって純正のエンジンのオイルポンプの力を使って回してるけど、これを電動にするっていうのは、どういう違いとかメリットがあるんですか？ここについちゃってるんで、オイルクーラー、クーラーが、これ、車やばいっす、ね。やばいでしょ？やばいっす。で、普通のオイルクーラーでここでやばかったら、ボカッてやっちゃうと、例えば日光でやったら帰ってこれないじゃん、もう。帰ってこれないっすね。うん。これだったらナンバー付き車両です。そう、ナンバー付き車両帰ってこれないでしょ、はい、これガチャンってやっても、はい、電動ポンプのスイッチさえ入れなければ、オイル漏れないんで。普通のオイルクーラーは、もう、直結かなんかで戻さない限りは、結局オイルダダ漏れになっちゃうけど、このやり方だと、自分でコントロールができると。そう、スイッチさえ入れなければ漏れないんで。あ、じゃあスイッチオフにすれば、コアがぶっ壊れたまんまでも、帰ってこれる。帰ってこれちゃう。これちゃう。あ、じゃあぶつかったらスイッチ切っちゃえばいいですね。そう、そう。あ、そうすればその後も走れる。走れる走れる。さっき今下から覗いたんですけど、オイルのそのポンプってどれがポンプなんですか？ポンプはね、上からじゃないと見えない。ああ、そうなんですか、はい。ちょっとあれですか、見てもいいですか？いちご普通にかっこいいな。さあ、これ見えるかな？お、その黒い筒みたいな。そうそうそう、これなんか燃料ポンプのちょっとでかくなったみたいな。はいはい、そう。これどこ製なんすか？ HPI。 HPI、うん、このポンプが、さっきのあのオイルパンのとこから吸い上げて、そうで、コアにコアに行くと、で、オイルポンプから行くホースと、この隣にいるのもこれ帰ってくるホースなんだけど、帰ってくるホース、帰ってくるホース、これこれこれ、おお、その両方ともこの上をわざと通してるんで、はい、下から上に上げてこうやってるんで、下から上に上げて、はい、そう、だからこっちが穴開いてても行かないでしょ。行かないのか。そう、これがだから同じ高さで平行で行っちゃうと漏れちゃうけど、はい、あ、そう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 、一回登んなきゃいけないから、そう、漏れようもない、漏れない。じゃあコアの中のオイルが全部出ちゃえば、うん、それ以上は行かない、行かない、行かない。なるほど。あとは、それでも例えばじゃあなんだろう、まあ走行会だったら、ヒートとヒートの間で時間があって、で、まあ物理的にはそうだけど、さらに一応なんだろう、直結することも可能ですか？あ、簡単簡単、オイルパン、オイルパンだから。そうなんですか。ドリシャの場合だと、ぶつかることがあるから、こういうふうに、スイッチ一つで切り替えができるというのはいいですね。まあぶつかると思ってた方がいいよね。まあそうですね、ぶつかる前提のぶつかる前提だよね。まあ遊びですからね。そう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 、確かにここだとね、ぶつかる可能性が、追走する人なんかね、やばいよな。ここにフィルターがいるのね、これポンプの前。あ、それフィルターなんすか？そう、オイルパンから吸い、まあ本当はいらないんだろうけど、もともとこれギアオイル用なんで、あ、ミッションとかで、そう、デフのだからフィルターがついてるんだけど、まあ一応つけたんだけど、だフィルターのこの端っこのこいつを外して、
そこのフィッティング、はい、これ外してここにくっつけちゃえば U ターンしましょう、うん、グリーンと、そう、えらい簡単だからそれだけだった。ああ、なるほど、うん、あ、そうすれば物理的にもカットできる、うん、できるできる、もうこんなの現地でね、ジャッキ上げてこれ自体外せばすぐ潜れるし、ああ、なるほど、うん、まあスイッチでとりあえずすぐ切って、うん、で時間があればまあ直結してもいいと、そうそうそう、うん、はあ、全然簡単にできちゃう、です、ね、そう、そっか、じゃあミッションとかデフだと割とメジャーなやり方なんですね、そう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 、へえ、ミッションとかデフにオイルクーラーをつけたことがないから、うん、あれですけど、じゃあそういう人たちの間では割とああ知ってるっていう人もいると思う、ね、何回か見たことあるね、サーキットでこれついてる人、そうなんです、グリップとかの人の方が多いんですか、ね、グリップの人が多いかもしれない、あ、そっか、うん、ドリフトであんまりなんかミッションとかデフのオイルクーラーつけてる人のイメージないっすもんね、うんうん、このじゃあ商品自体はどこのあれでしたっけ、なさっきの HPI、 HPI でこれはキットでじゃあ HPI で買えるんですね、そうで売ってる売ってる、あ、じゃあコアだけじゃないんですね、うん、じゃない、全部じゃあ HPI 設定、そう、全部セットでホースから何からフィッティングがついてきて、まあ、ちょっとここで一箇所違う色がついてるのは、はい、角度が、まあ、あの付属品では合わなかったね、別売りで買ったんだけど、はい、あ、うん、あ、まあそこは原車合わせですね、そう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 、これだったらぶつかった時にまあ安心ですよね、うん、作業できる人だったらね、まあ、うん、普通のオイルクーラーでもじゃあ直結にしようとかいろいろあるかもしれないけども、まあ、オイルはそこでカットできればぶつかった時すぐスイッチ走りにやればいいんですよね、そう、でこれ普通のオイルクーラーに比べて細いのね、ホース、あ、そうなんだ、10番ってやつが本当のオイルクーラーのホースなんだけど、はいはい、これ6番なのね、俺最初この細いから冷えねえんだろうなと思ったんだけど、はい、俺の車もついてるんだけど、はい、結構冷えるのよこれでも、あ、そうなんだ、そう、なんだろう、循環力が高いんですかね、なのかね、直接もオイルパンから吸ってオイルパンに返してるから、あ、オイルパンに溜まってるオイルってで、うん、熱くなったのが降りてきて、あ、で熱いのまた循環される前に冷やしたのがこうね、ぐるぐる回るでしょ、あ、そう、うん、でオイルパンの中もこれね加工してあって、はい、吸って戻ってきたオイルパンは、はい、あ、戻ったオイルパン、戻ってきたオイルはこっちに出るようにしたのね、この辺に、あ、なるほど、そう、そこそこか、だってここから吸ってこっから出たらまた吸っちゃうから、はいはいはい、そうそうそう、あ、オイルパンの中身を工夫してある、そう、中にあのホースはパイプが入ってるから、パイプ入ってここまで来てるから、あー、そう、なるほど、うん、いや、それはいいっすね、うん、なるほどな、そうそうそう、イグニッションオンでもじゃあ稼働できるわけじゃないですか、うん、できる、ちょっと動いてる音聞いてもいいですか、はい、いいですよ、はい、さあ、で、車内にあるんですが、イグニッションオンにしてバッテリー繋がったです、なるほど、バッテリー繋がってないとね、エンジンかかんないですよ、あ、不思議ですねもうナイスハプニングですねで、イグニッションオンにして多分、そっちにいると音聞こえると思う、あ、なるほど、はい、お願いします、あ、うん、いってる、おお、これで今循環してんだ、うん、あの音が大きかったりちっちゃくなったりしてるのはちょっとまだ今エアが入ってます、あ、エアーで、はい、なるほどなるほど、それがエアーが抜けきると均一な音になる、うん、なるほど、今オイル全部抜いちゃって入れたばっかりなので、はいはいはい、まあでも割とあの、うん、このうーっていってるのがまあその今これ混ざってるの、そうだね、でも面白いなこれエンジンが動いてなくてもイグニッションオンにさえしてれば、あのオイル冷えるっちゃ冷えます、ね、冷える、あ、ありがとうございます、はい、さあ、ちなみにね、取説がありました、右側こっちがコアかな、でこっちがポンプの方の、説明書、まあ、裏側を見るとまあこんなね構成で、なってるという感じですね。さっきあの映ったポンプがこれなのかな、ね、年俸みたいだね、あ、まあこれで取り付けをしていくと、特になんか何用みたいのは書いてあるわけじゃないのかな、あ、さあ、どうだったでしょうか、なかなかねドリフトで使う人たちにとってみるとオイルクーラーって前の車とぶつかっちゃうとかっていろいろ心配が、ある場所だと思うんですよ。もちろん追走をやる人やらない人っていうのがあるんですけど、でもどっちにしても事故とは隣り合わせの遊びだったりするんで、ああいうスイッチ一つでパチッとオフにできれば、よくねぶつかった後にオイルクーラーがついてるのを忘れてそのままね循環しっぱなしでオイルもうバンバン出ちゃうなんていう人もいると思うんで、
あれがスイッチ一つでパチッと止められれば、まあかなり気楽な部分もあるのかなと思うんで、まあ止めちゃえばもうその後も走れますからね。まあ暇な人はね直結してもらえればいいんじゃないかなと思うんで、作業が苦手な人にもこれはおすすめできるんじゃないかなと思うんで、まあよかったら、こんなものも商品であるんで、HPI の商品みたいなんでよかったら見てもらえればなと思います。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。